朝です。朝ごはん。朝ごはんです。今日はアコンカ川のふもとのホテルまで行きます。こんなに天井は低いけど床を天井を白で家具を下げれば広く見える。今回のメガネ君たち、ほとんど荷物はメガネ。プールもある。プールがある。プールあります。おお。です。入山許可の書類を書いてます。リスクアクセプテンス800ドル。マテカップ、マテ茶、マテカップ、これとストローでも、ここ昼ご飯かっこいいっす。ほら、あ、はい、ありがとうございます。ここね、これ去年ビールに昼くん肉うさい。ワイン、ビール。本来来るはずだった空港です、昨日。面倒さ、ええ、そこにマムートですね。ですよね。おお、よかったよかった、よかったよかった、あった。すごいよ、すごい、すごい。合意されたスケジュールのトランスファーズ逆の場合、サービスが自動的に以下のスケジュールに渡すまでいい時間にしてください。ほほう、なんということでしょう。今日はここに一泊です。いや、僕は明日から一発乗りたいな。本当にちょっとできるだけ荷物を減らそう。あ、眠い。今日の山小屋です。今日の山小屋、山小屋って言ってもすごくいい。めっちゃシャンプーとかあるし、そのディックバスの言葉が書いてあって、この本をその本を推薦してる。あ、ディックバスの最初に、まあ、セブンサミッチっていう概念を作った人です。あ、そういう、はい、そういうことです。ビッグバスっていうのは実業家、実業家ですよ、はい、やっぱそうなんですね。実業家の人が最初やったって聞いたこと、はい。ただ、それをガイドの人にも言うわけで。あ、そっか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 。あ、じゃあ一緒に一番ってことですね、はい、つまり。そうですね、はい。